されて、いそうです。本当にこの今回の夢の考え方をたくさん今までいろんな方から学ばせていただいて、脳科学の西田先生は人間の可能性とか潜在能力、今日可能性の伸ばし方というとについてお話をさせていただきたいと思うんですけども、可能性とは未来の力、これからのまだ発揮されてない力、潜在能力とも言いますけども、この可能性を伸ばすのに一番大事なキーワードは、脳科学の西田先生曰く、いかに脳をワクワクさせるか、いかに喜ぶか。岸井小太郎さんは、夢を叶えるに最も大切なこと、夢を実現するのに大切なこと、夢を叶えるコツは、面白がること、楽しむことだということを言われました。夢を叶えるコツは面白がる。僕は正直、もう目から鱗と言いますが、夢に対して楽しめたからか、創業の時はワクワクしながらスタートしたのに、いつの間にか目の前の目標に追われていて、やらされてやってたのか、全然ワクワクしなかったなということを気づかしてありました。夢を叶えることは面白がることで、この後にこう書いてありました。夢が最も嫌うもの、夢が最も嫌うものはほにゃらら。これ何だと思いますか？夢や目標が最も嫌うもの、これがあると夢や目標は逃げてしまうというものがあります。夢が嫌うものは何でしょう？西田先生は、成功したからワクワクするんじゃなくて、ワクワクしている人が成功するだけだと。このワクワクする感情が大事だと。アンソニー・ロビンズという世界ナンバーワンのトレーナー、コーチと言われている世界ナンバーワンと言われていました。人生の質を変えるのは感情の質を変えること、人生の質は感情のコントロールによって決まる、心の在り方によって決まると言われていました。メンタルが今大事だということを言われていますけども、心の在り方や、感情が人生そのものだと。成功したからワクワクではなくて、ワクワクしているから成功する。これは僕は野球の世界においては、あまりピンとこないことだなって思ったんですけども、実はこれは全てでも一緒なんだなってことを教えてあげました。夢を叶えることは面白がる。夢が最も嫌うものは深刻さだそうです。深刻さが最も嫌う。夢、深刻になればなるほど夢や目標は逃げていく。僕は幹部研修とかいろんな企業の研修もさせていただくんですけども、社長や幹部ほど、目標に対して深刻になっている。で、高校野球に関わらせていただくと、夏の大会が近づけば近づくほど本来の野球の楽しさから離れてしまって、すごく深刻になっている。特に監督さんが育児を飲まれている、やらなければいけない、すごいプレッシャーに感じていて、その監督のプレッシャーが選手に移ってしまって力が発揮できないっていう、そういう場面をたくさん見てきました。深刻さ、夢や目標は嫌う、力が発揮できないんだなってことを改めて、気づかせて